はい、どうも、イクスです。今日はプレイステーション4ディスティニー、アウォー君をやっていきます。よろしくです。一体どこから湧いてくるんだ。大崩壊の際、動ける船は全て脱出しました。ここまでたどり着き、力尽きたのでしょう。ここは墓場か。アウォー君はなぜ生き残れた。誰も知りません。方位127の侵入者に次ぐアウォー君の領域に侵入している。目的を述べなければ女王陛下の命により攻撃する。こっちを見ないでください。答えたらどうです。我々は地球のものだ。アウォー君の助言を授かりに来た。ではこちらについてこい。少しでもおかしな素振りを見せたら敵対行為とみなす。ここが目的地のようだな。どうして目的地はいつも恐ろしいのでしょう。ほう、こいつらが謁見を求めている侵入者か。侵入したつもりはありません。領域内への立ち入りの是非を判断するのは女王陛下だ。しかし私はリーフに何が流れ着こうが、本来は陛下の手を煩わせる必要はないと考えている。そういうことだ。ここには協力を求めに。ホールです。この者はフォールンを恐れています。彼らがここで使える理由が理解できないのでしょう。どうかお許しを、女王陛下。私はガーディアンです。地球から来ました。ブラックガーデンを探しています。なぜだ。暗黒の中枢を破壊するためです。あそこを戦場に変える気なのか。なんと短絡的な。知っているのですか。誰もが知っていることだ。入るのは難しいがな。では協力を。なぜ我々がそんなことをしなければならない。我が兄よ、少しこちらで助言をいただきたい。素晴らしい名案です。いいだろう。鍵を授けてもいい。必要なのはベックス・ゲートロードの首だ。ゲートロード。それはなぜベックスの首を。ああ、勘違いするな。奴の首が取れるとは思っていない。
ブラックガーデンに入る唯一の方法というだけだ。必ず戻ります。金星で死んでも構わないぞ。お、背景が変わった。これがリーフです。これがリーフか。なんてところだ。さあ、ということで、これにて今回は終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。